前回も紹介いたしましたジャンプスターター。このサイズで 50W も対応していると。ノイズも発生しない。バッテリー直出しですから当然ですよね。短時間でしたら 15A、FT991、50W で送信可能なことも確認できたと思います。あの時はね、あそこまでしかできなかったんですけどね。今回は正確な容量、ものすごく気になりましてね。何を言いましても中華の闇です。よくこの容量をごまかしてるバッテリーが多いっていうのもね、有名な話ですから、その部分を今回調査させていただきました。で、充電時間もね、実際に実測しております。ぜひともね、ジャンプスターターを使って無線機動かす方のね、参考になればと思います。激安放電機紹介。とにかく放電、無線機つけっぱなしだけでもそれなりのね、データは取れると思うんですけどね。今回はね、それだけじゃ面白くありません。最近ちらほら皆さんも見かけていると思うんですけどね。まあ、アリエクスプレスでもあります。ただ今回はね、アマゾンの方で購入させていただきました。まあ、お値段はね、その時々によって違うと思います。まあ、見ていただいてもこんな形なんですよ。もういかにも中華の作りっていうんですか。ケースに入れずにこういうね、基板剥き出しです。スペックの方を紹介させていただきます。負荷電圧は DC ですよね。直流の0から150ボルト。ですから、コンセントに突き刺したらダメです。要は AC じゃないんですよ。直流です。あと、負荷電流の方もね、同じく DC の0から20アンペアぐらい。まあ、通常ですとね、やっぱり1アンペアから5アンペアぐらいが多いんじゃないでしょうか。負荷電力の方はね、0から150ワット。120ボルト以上はね、60ワットにしてほしいということになっております。低電流モード、低電圧モード、低電力モード。こんだけあります。これだけあるからね、普通困ることないと思います。あと、過保護のね、電圧制御。このような形で一通りついておりますからね、こんだけのスペックがね、この機器の中に搭載されております。今回自腹で購入しましてね、テスト機器に含めさせていただきました。中華の放電装置。放電の電流をね、コントロールできると。あとは電圧電流も測定できると。あと、放電中の時間もね、測定できます。作りはね、少し荒いですけどね。ケースがない分、まあ安いと。アマゾンでも4000円以下で購入できますからね。作るよりも格段に安いと思います。もうぜひともね、これを使って攻めのね、測定をしていきたいなと思います。開封動画の方なんですけどね。まあ、こんな形ですよね。一通りのものはね、ちゃんとついておりました。やっぱりこういうもんがないとね、せっかく買ったものがすぐテストできないと。とりあえずね、ワニ口クリップありますからね。車のバッテリーとかね、ハンディ機のバッテリーの残量もね、これで確認できると思います。意外とね、これだけでもね、いろんなことが楽しめます。取説はね、残念ながら本体にないんですよ。何とつかみきれがないと。もうこれがね、中華品質なんですけどね。ちゃんとファンのとこ見たらね、あるんですよ、QR コードが。この QR コードを当てますとね、こんな形でね、画面に現れてきます。まあスマホはいるんですけどね、非常に便利いいです。英語を選択しますとね、しっかり英語でね、表示できるようになっておりました。これでね、使い方、大体わかると思います。こちらの方ね、取説、このようなね、英語版なんですよ。ただ、こちらの方のね、ブラウザの日本語翻訳機能を使いますとね、こんな形でね、日本語が見れると、まあ本当に今、いい時代になりましたけどね、こういう形で英語モードでしたらね、比較的正確に日本語にね、変換されていきます。見ていただいてもね、大体の内容っていうのはね、掴んでいただけるんじゃないでしょうか。結構いろんな機能があるんでね、ぜひともこの取説はね、いつでも見れるようにご準備いただければと思います。あと、こういう形でね、下のね、ボタンを触りますとね、このような情報も見れてくると。こういう形ですね。意外とね、使いやすいようには設計されてるんですけどね、ぜひともわからないことがあれば、こちらの方のね、取説を見て、熟読していただければと思います。放電機、作業準備。放電機ね、作業準備するときのね、一番代表的なね、絵、ご紹介いたします。これなんですよ。多分これがバッテリーで、電圧と電流を流すラインがあるみたいなんですよ。本来は、要するにここにね、ケーブルのドロップ。これを防ぐために、電圧を測定するラインと、電流を流すね、ラインがね、こういう2系統に分かれてるんですけどね。今回はね、配線をね、簡略化して、で、なおかつ電流値が少ないんでね、パーセンでジャンプする方法を採用しております。通常はね、まあ、1アンペアぐらいです。電圧効果も無視できると思います。配線使ってもいいんですけどね、
外れた場合またショートしたら大変です。ですから私はね 4mm のネジの端子代用の圧着端子 5.5Y-4 というのを使っております。この辺はね各自の使うケーブルに合わせてね選定していただければと思います。皆さんねモバイルバッテリーでも測定したいなと思う方多いと思います。容量詐欺って言うてねようあると思うんですよ。であとねこういうケーブルを作っておけばね簡単にできます。余った USB ケーブルを使いましてね作りますとねいろいろと使っていくことができると思います。ジャンプスターターの場合ですけどねこれ 12V 出力測定する必要があります。シガレットソケットをねこのように取り付けて取り出せるように準備出しました。同じく Y 端子でショートさせております。まあ簡単にねこういうものすぐに準備できるようにね部材準備していただければと思います。放電機簡単な設定方法、私がね購入した時にはこのような形でねまず中国語になっておりました。まあ、読めないことはないんですけどねちょっと読みにくいということでねモード変更いたします。ポイントはねこちらの方のオンボタン長押ししてください。こういうメニュー画面が出ますので一番上が中国語と英語になります。そこでこれをねちょっと切り替えます。こちらの方でねセットを押します。ただね英語が選択されますからねその状態で下の方に下ろしていきます。でこれで抜け出します。でこの時にまたマイナスを押します。このような形でね英語モードに切り替えます。これ結構重要なんでねよく覚えていただければと思います。セットをしましたね。こんな形で桁が変わります。いつも私はだいたい1アンペアなんでね1って押していただいてセット、こちらの方をね長押ししますとこちらの方のモードが切り替わります。私は常時はねもう低電流しか使わないでねこのモードで使うようにしております。でその次にねこちらの方の保護電圧ですね、これらの項目取説に詳しいこと書いてありますけどここはねもう触らなくても大丈夫だと思います。ここの最終電圧だけはねセットした方がいいと思います。一応 12V セットさせていきます。でこちらの方でセット終わりました。であとはね重要なこちらの方測定のためにコネクタ接続いたします。接続しました。接続しましたね、こういう形で電圧出てきます。でこの状態でねスタートするときこちらの方のボタンを押します。こういう形でねビヨーンと流れてくると思います。積算してると思います。これをリセットする方法なんですけど先ほどもありましたここ長押しですね、こちらの方で押していただいて OK 出たと思います。であとはエグジットまで下ろしていきます。でここでしますとねリセットがかかります。意外とねこれ最初私分からなかったんでね詳しくは取説見ていただいた方がいいと思うんですけどね、まあこういうやり方あります。ぜひともね覚えていただければと思います。放電機測定、まあ、放電機の方なんですけどね実際に電圧と電流をね同時に測定したいなと思いました。本当はねパソコン仕掛けでしっかりしたね道具作りたかったんですけどね何分手持ちそんなにものがありません。取り急ぎはストップウォッチとあとはスマホですよね。タイムラプスという要するに時間軸を短くするようなね、まあ、要はシャッターの間隔がちょっと長めっていうんですかね5秒刻みとかね10秒刻みに1コマずつ撮るようなねソフトを入れまして動画撮影をしております。であとスマホの方もねやはり半日ぐらい電源入れっぱなしで使わないといけませんからね外部電源から供給しております。こんな形でね撮影準備させていただきました。早速放電開始させていただきます。とにかくね電流電圧時間目視のみとなりますけどねこのような形で記録されていっております。通常のねモバイルバッテリーでしたらねこういう放電中の電流っていうのは内部の IC で確認されていっていると。で充電した時の電流もねちゃんと確認されてますからそれと比較してね残りの容量を計算してるんですけどね今回はそういう機能全く働いてないようです。モバイルバッテリーですとね一定の電圧まで低下しますとねリチウムイオン電池傷めたらいけないということで出力停止できるようになっていると。本当にねモバイルバッテリーってよくできております。今回のジャンプスターターこの 12V 出力っていうのはねものすごくね大量の電流取り出せるようになっております。ですから 15A でもねびくともしないんですけどねその代わり放電中の電流のね監視が多分されてないと思います。実際にねこの横の押しボタン押していただいたら分かるんですけどね電圧のみでどうもね容量を推測してる
修正しているような動きをしていると思います。ですからね、実際の容量かなり誤差が高いと思います。であともう一点はね、下放電にも十分注意していただきたいと。自動では止まらないんでね、必ず 12V 以下になったらね、使用をやめるようにお願いいたします。動画を見るとね、よくわかると思うんですけどね、 13V までは粘ってるとなかなか電圧下がってこないんですけどね、 13V から 12V ってこんだけね、わずかなんですよ。3時間42分ぐらいにね、 13V まで下がって、3時間50分、わずか8分ぐらいでね、いきなり 1V も下がってると。ここが重要です。お気をつけください。測定結果なんですけどね、1アンペア 12V までの放電で3時間50分、これね、計器見ていただいたら分かると思うんですけどね、 3.84 アンペアアワー、 55.2 ワットアワーということでね、まあ確か定格が 60 ワットアワーだったと思います。こちらもね、4アンペアアワーだと思いますからね、まあほぼ定格はね、満足していると思います。充電測定、当然今回ね、放電やりました。充電の方もね、確認しようかなと思います。充電器とジャンプスターターの間のこの充電端子、まず USB テスターを取り付けまして、普通の充電器ですよね、昔ながらの何の規格にも対応してない普通の充電器ですとね、 5V1.9A まで流れました。 PD のね、 60W 対応、この最近流行している充電器だと思うんですけど、このタイプですと 5V2.9A まで充電できました。今回はね、こちら USB-C を使った PD60W の充電器を使いまして、 5V2.9A ぐらいで充電していきました。結果なんですけどね、充電時間はおよそ5時間10分ぐらい、まあこれぐらいのね、速度あればそんなに困ることはないと思います。実測結果なんですけどね、 74.76W、 14,302mAh、 74.76W、 電気を貯めて取り出せる電気はね、55.20W、 5V のね、電圧を内部で充電時は多分 17.8V まで上げてると思います。そういう回路のロスも当然あると思うんですけどね、結果的には 74% ぐらい電気の取り出しに成功いたしました。まとめの方させていただきます。ジャンプスターターなんですけどね、容量実測、これやりますとね、意外に楽しいことに驚きました。放電するための装置、あとカメラ、ストップウォッチ、ぜひともね、こういうものありますとね、こういうテストが簡単に楽しめると、買った商品のね、スペック、本当かどうかの確認もね、結構楽しみの一つになると思います。手持ちのバッテリーですよね、結構劣化してるかなと思っても、なかなか測定せずにね、捨てちゃうこともあると思うんですけどね、ぜひともね、劣化の状態というのもね、こういう測定器具を使って確認していただいて、バッテリーのね、更新時期の見極めにもぜひとも使っていただければと思います。簡単な測定器が合うとね、本当にこの実力評価が可能となります。ある意味こういうことはね、エコ活動っていうんですか、商品の寿命いっぱいまで使っていくことを可能になると思いますからね、ぜひともエコの観点でもおすすめしたいなと思います。まあぜひともね、このような商品買う時の参考にしていただければと思います。お空でお会いする日、楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。